こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。どうですか、金子さん。いや、いい感じですよ。いい感じ。とってもいい感じです。結構お客さんが楽しみにしてますよ。はい、あなたが痩せるところを。任せてください。体重に変化はありますか？体重に変化は、まだそんなないんですよ。まだないですか？筋肉量を調べたんですよ。数パーセント上がってました。数パーセント？5%。5%、はい、すごいね。今日はお尻、お尻アプローチしていきたいんですよ。この間足やって、はい、お腹やって、やっぱ下半身は多めにね、確かにやっていきたいんで、はい、股関節とかお尻周りのエクササイズをしてさらに体重を上げていきたい。なので今から一緒にやりましょう。まず最初はですね、仰向けで寝て足の裏と裏をこうくっつけて、こんな感じで膝を広げれるところまで広げます。ここから膝を閉じます。パチンとで開く、閉じる、開く。これを30秒間一緒にやりましょう。いきます、よーい、スタート。バカッバカッバカッと。そう、これ全然楽じゃない？これは楽勝。そうです、いくらでもできます。誰でもいくらでもできる。今日のはなんか簡単ですね。そうで、これちなみに内転筋っていう内ももの方のエクササイズをしてるんですけど、ここはねしっかり動かしてあげると骨盤を自分で引き締めたりですね、骨盤を動かしやすくなるんで、これすごくいいですよ。いいですね。とてもいい。足の裏と裏はなるべく離れないように。そうです。はい、 OK です。はい、 OK。 そしたら次はですね、足を上げます。このようにお腹から90度、膝も90度ぐらいして、このまま片足をまず広げます。片足だけで閉じて、この逆足をこうって広げます。で閉じて、こんな感じで交互に足を外に広げていきます。これを50秒間一緒にいきますよ。よーい、スタート。これはきつい。足をクッとこうやってこうやってね、寝転がりながらこうやって交互にこうやってこんな感じで、こんな感じです。30秒かなと思ったら50秒って聞いて冷や汗が出ました。これちなみに僕前紹介してるんですけど、僕は片側30秒片側30秒やったんで、それに比べたらね10秒少ないですから。そうですね。全然だから楽な方をやらせてるんですよ。これ楽な方ですか？はい、だって僕は30秒30秒やったんだから、はい、物理的に10秒ほら少ないわけですから。そうですね、全然楽でしょ。物理的にでも僕の足の方が重いから。はいはいはい。いやでもそれなりの筋力を持って一緒に付き合って生きてきてるわけですから。確かに。そうですよ、僕とだから変わんないんですよ。確かに。はい、 OK です。そしたらそのままですね、足の裏をくっつけて、そうで膝を広げます。このままお尻だけ上げる、キュッと。そう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 。で下げる、上げる、はい下げる。そうです。これを40秒間一緒にいきます。よーい、スタート。クッと上げて、そう、クッと上げて下げる、これだけです。足の裏をくっつけて膝を広げたまま、そのままお尻を上げる。そうです。いいね、きつくないのにきつそうにやりますね。いや、くる、これはお尻きます。そうですか。ここにめっちゃ締まってます、はい、お尻が。そうです。これあの腰痛の人、うん、これやると腰痛いよっていう声をたまに聞くんですけど、はいはい、なるべく腰でこう上げるっていうよりは、うん、もう本当体は全て一直線で、はいはいはい、この股関節を上に上げるイメージで、なるほど、意識で上げると腰に来ないので、はい、なるほど、いいと思います。いいですね。はい、 OK です。そしたら今度はですね、足の裏をくっつけたままお腹の前にこの足を持っていきます。そんな感じ。そのまま足を真上に伸ばす。そうで曲げる、伸ばす、曲げる。これを30秒間一緒にいきますよ。いきます、よーい、スタート。クッと伸ばして曲げる、伸ばして曲げる。かかとをくっつけたままね、クッと、そう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 、こんな感じです。クッと伸ばして曲げる、こうやって転がりながら真上に向かってやると。どうですか？笑っちゃいますね。なんで笑っちゃうんだ。笑いが出るくらい、これは。もうちょいだから頑張って。皆さん頑張って。こうクッと伸ばして曲げる。はい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 。OK です。そしたら次はですね、うつ伏せになりたいんですけど、マヨさんこっちは頭でうつ伏せになってます。はい。よし。このようにうつ伏せになったらですね、そのまま足の裏をこうくっつけて、かかとでお尻の穴に直撃させるイメージでクッてやって、で伸ばす足を。そうで、またお尻を直撃、ここ伸ばして伸ばす、でキュッと曲げていく。そう、これも30秒間一緒にいきます。はい、よーい、スタート。こう曲げた時に膝は両方外に開いてる感じですね、はい、で伸ばす、まっすぐ、でこう、このようにしてるようなイメージですね。そうですね、膝を外に開いて、でまっすぐ伸ばす、開いて伸ばす、開いて伸ばす、
また、これは効く。そうですか、はい、何でも効くね。これは効く、でも一番効く。本当かな。はい、そうです。でもこのあれですからね、はい、鍛え方やってればしなやかな筋肉になりますからね。そうです、そうです。はい、 OK です。はい、そのままですね、もう四つん這いになっちゃいましょうか。はい、肘をついたまま四つん這い、足はなるべくこう開いて、ぐーっとかかとの方にお尻を突き出す、いけるところまでで戻す、でいけるところまでまたぐっと引くと。はい、これを繰り返していきます。はい、これも30秒間一緒にいきますよ。よーい、スタート。これは股関節をですねストレッチングして、お尻もストレッチングして、最後のクールダウンみたいなもん。そうですね、はい、こういうやっぱあれですよね、だから簡単なのが30秒か、うん、こういうのは長くしてほしいですね。こういうのは長くしません。あなたに楽はさせません。今長くしてほしかったな。そうです、こうやって動かす癖をつけて痩せましょう。はい、頑張りましょう皆さん。はい、 OK です。よし、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがですか。最高でした。最高ですか。そんなに疲れない。今日のはそんなに疲れなかったです、ね、僕は、はい、そうですね。でも足が重いから疲れるみたいな出ましたけど、ちょっと部分部分、それはそうですよ、痩せたいんですからね。多少はきつくないとあんま効果が出ない。はい、このようにいろんな動きをしながら毎週毎週金子とともに皆さんが痩せていく姿を僕は楽しみにしてますので、ぜひ続けてやってみてください。はい、そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピナス TV では今よりも経営体操の動画をおかしく言いたい、その方々がフェイトしていっても動画を投稿してもよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。門川さんの協力を得てレシピ本を作ることができました。奇跡の美痩せマッサージ、この本はですね、頭の先からつま先まで体全身のお悩みに対して全て解決策が載ってる本になっていて、皆さんが悩んでるどれかしらの悩みの解決方法は載ってると思います。2月2日の水曜日からネットや書店で販売になるんですけれども、ネットで先行予約販売を行っております。この動画の概要欄に Amazon または楽天のリンクを貼っておくので、本もぜひ買ってください。本日もご視聴ありがとうございました。